どうもニッチモです。ということですね、今回は、EX ね、ラビーナガンマを使った、フル火力構成のね、抜刀体験装備をね、ご紹介していきたいと思います。おそらくですね、瞬間最大火力でね、あれば、人気のね、EX ドラゴン装備をね、上回る火力が出ると思います。挑戦者とかね、攻撃とか、それに加えてね、フルチャとかね、限界まで積んでおりますのでね、早速ね、装備の方の紹介いきたいと思います。それでは装備の紹介に移ります。まずね、体験のブラックミラーブレードですね。それに加えて、頭が EX ラビーナ、ガンマですね。胴が EX ラビーナ、ガンマ。腕が EX ドラゴンクロー、ベータ。腰が EX ラビーナコイル、ガンマ。足が EX ラビーナグリーブ、ガンマ。挑戦の5隻後に転身と不動を着ております。それに加えてですね、装備スキルの方は、攻撃7、見切り7、挑戦者5、体力増強3、氷属性強化3、超会心3、弱点特攻3、集中3、抜刀術3、フルチャージ3、能刀術3、彩花転覆3、匠2、支柱に勝つ1、整備3、こちらはですね、装衣に2ずつ振ってますので、装衣着用時だけはね、3になりますね。それに加えてシリーズスキルはもちろんね、快進撃属性、それに加えて闘気連成となっております。スキルの方なんですけれども、こちらはね、まず攻撃7、人気のね、ラビーナオルムングっていう構成があるんですけれども、そちらだとね、攻撃がね5までしか上がらないんですね。こちらのね、 EX ドラゴンクローベータをね採用することでね、攻撃を7まで上げてますね。その代わり、ラビーナオルムングよりもね、抜刀術ね、力がね抜けておりますね。その代わり攻撃がねレベル7まで入ったなという印象ですね。それに回心率を上げる見切り7ですね。それに挑戦者5、こちらもね、回心率と火力を上げるために入れてます。それに加えて特徴的なのは集中3、こちらはね、体験のため切りのね時間を短縮するものですね。それに加えてもちろんね、抜刀体験装備なので、抜刀術ね、儀だったり能刀術はね3まで入れてますね。そして特徴的なのがフルチャージ、こちらはね、体力満タン時に攻撃力がねアップするものになりますね。さらにですね、彩花転覆と、支柱に勝つですね、こちらは状態異常はね属性やられ状態の時に、こちらラビーナヘルムについているものなんですけれども、攻撃力がねプラス18とか、属性値プラス90、状態異常の蓄積値を 1.15 倍とかね。彩花転覆は攻撃寄りのスキルですね。それに加えて支柱に勝つはね、防御面ですね、回避時の無敵時間が、多くなったり、スタミナがね消費減少傾向になるっていうやつですね。回心率の方のね内訳なんですけれども、まず攻撃ねレベル7で、レベル4以上でですね 5%、 見切り7で 40%、 挑戦者5で、10%、 それに加えて弱点特攻で 50%、 合計回心率はね 105% ですね。それにブラックミラーブレードのマイナス30を足すと 75% になりますね。もちろん抜刀術ね儀があるので、最初の一撃はね、例えば、傷ついていなくても、例えばモンスターが怒っていなくても、弱点ブーじゃなくても、必ずね最初の一撃だけは会心 100% 以上が出る構成にしてますね。唯一違うのがですね、例えば抜刀してその後切り続けた場合、逃げ決めからですね 75% となっちゃいますね。逆に言うと新タメ切りを当てる際は 75% の会心で新タメをしなくちゃいけないということですね。これも構成上しょうがないのと、おそらく新タメを使う場面がほぼないということのためにね、この構成にしてますね。抜刀体験構成ですから、おそらく抜刀ため切りを中心にしていくと思います。モンスターが例えばねめまいを起こしたり倒れたりしたら、抜刀ため切りでね、頭とかを狙うというのがね、こちらのね構成の真のね火力の出し方なのかなと思いますね。それではですね、装飾品の紹介に移ります。まず板撃体力、長身体力、攻撃2、板撃体力、達人、達人2、長身、整備、匠2、攻撃2、達人2、達人2、攻撃、攻撃2、長身、整備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 となっております。こちら見てわかるとは思うんですけれども、レア12玉がですね6つ使ってますね。まず攻撃2が、2つ、それに達人2が3つですね。それに加えて匠2が1つ、恐ろしい構成になってますね。もちろんですね、なければ、攻撃2はね下げられますね。見切りはねなるべく下げたくないんですけれども、まあ下げても問題はないと思います。攻撃2の方ですね、例えばね他の火力スキル、逆境攻撃とかね、飛燕攻撃とかねしてあげればね、火力を保てるのかなと思いますね。猫飯のね攻撃アップ大を食べた形で1997までね攻撃力が上がってますね。
それに加えて、死ぬまでね、効果の消えないキジ薬グレートを飲む。こちらおそらくね、皆さんね、戦闘前に飲んでると思いますね。攻撃力2030ですね。つまり、死ぬまで2030、2000以上で戦いますね。非常に強いと思います。火力は十分以上ですね。それに加えてよく使われる鬼人の粉塵と怪力の種、こちらはね、鬼人とね、怪力の種については3分間効果継続ですね。2126ですね。合計攻撃値は2126になります。それにですね、実戦で挑戦者やね、最下転覆でどれぐらい攻撃力がね、上がっていくのか検証していきたいと思います。おかげさまでですね、少しずつチャンネル登録をしてくれる方々が増えていっております。これも全ては動画を見てくださっている皆さんのおかげです。動画のご視聴ありがとうございます。それじゃあ早速ですね、ディノバルドでね、試していきたいと思います。いきます。よいしょ。気づくか気づかないかな。オッケー。まずはね、回心を保つための傷つけですね。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。溜め当たるかな。よっしゃー、オッケー。1538ですね。抜刀タミギリじゃない、抜刀斬りか。やっぱ威力が出ますね。こういう時も1段階ぐらい溜めといて、こうね、打つと楽ですね。向こう行っちゃった。オッケー。危ない。こうやってね、属性ダメを食らった時もね、おそらく地中に勝つと最下転覆発動しましたね。そうすることで攻撃力はね、2309ですね。これが限界値。よっと来い。なるべくね、フルチェもあるので体力は満タンにしておいた方がいいですね。オッケー。あー、当たんなかったか。しかしこれで抜刀たまぎり、オッケー。1000近く出ますね、やっぱね。フルチャ込みだったら1000超えてましたね。強い。よいしょ。うわー、なかなか暴れますねこいつね。オッケー。よいしょ、当たれ。よいしょ、オッケー。1831かな。2000近くのダメージですね。危ない危ない危ない。ただね、回避もね、アップしてるんでね、全然問題ないですねこれでね。炎をくれ。オッケー。よいしょ。当たれ。よーし、オッケー。当たれ。よし、オッケー。よいしょ、オッケー。討伐完了。
いや、強いですね。新ための火力も保ちつつね。なおかつ、冬季錬成の攻撃がね、抜刀ため切りにも乗ってるというね、構成になってますね。非常におすすめですね。強い。ということでですね、今回の動画はここまでとなります。今後もね、モンスターハンターワールドアイスボーンの動画の投稿を続けていこうと思いますので、よろしかったらご覧ください。チャンネル登録やいいねもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。